鎌伏山から見た陸地市街大港基地の護衛館と鎌伏山陸市は青森県東北部下北地方に位置する市である。下北半島に位置し、道の区湾と津軽海峡に面する本州最北端の市である。2005年の市町村合併により、青森県の総面積の約11%を占める県内で最も大きな面積を持つ自治体となった。 1960年に大港田辺市から現在のむ津市に改め、日本で初めてのひらがなの市である。下北地方の中核都市であり、周辺自治体に広がる人口約7万5千人の陸津都市圏を形成している。人口は減少傾向にある。旧む津市の人口はほぼ横ばいであるものの、旧大畑町、旧川内町、 旧脇の沢村の人口が減少している。青森県北東部の下北半島にある。市としては本州最北端に位置し、南は道の区湾、北は津軽海峡に面し、2つの海を持つ地形となっている。市の中央部には、鎌伏山を主法とする恐れ山山地が連なっていて、恐れ山には、うそり湖というカルデラ湖がある。東南部には、下北丘陵が連なる。 田辺、太平、大港に人口が集中している。むつ市の中心地である田辺には、下北丘陵に橋を発する田辺川が流れ、流域には、肥沃な田辺平野が広がる。大港は、鎌伏山の麓に位置し、波の穏やかな大港湾に面す。大港湾内には、足先と呼ばれる差しがあり、差しの内部は、足崎湾と呼ばれ、天然の港湾となっている。 欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属し、冷涼な気候である。また、11月下旬から4月上旬まで雪に覆われる。冬は、日本海側気候ではあるものの、その滝は、日本海側気候と太平洋側気候の両者の影響を受ける。また、夏は、北東風の影響などにより、涼しい時もあるが、基本的には高温多湿な日々である。また、冬は、 特別豪雪地帯ほど大量の雪は降らないが基本的に除雪の必要はある。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.21%減の58,493人であり増減率は県下40市町村中8位。旧大港洋港部会議所田辺は半生時代には南部藩の大官所が置かれていた。 当時より、下北地方のような町として明け、田辺川の水運で栄えた。また、大港村は、足先の良港を有して、北前船の風町港として賑わった。1870年、母親戦争で俗軍とされた合津藩が、領地没収の引き換えに、都南藩三万国として再興が許される。藩主は、京都市五色、松平片森の着南、松平片春。 アイズ藩の7割に当たる2800個が違法させられた。翌年には廃藩となり、現在の陸地と南が丘にその史跡がわずかに残る。都南藩士たちは北辺の地で、薩長政府への復旧を近い都南、南、すなわち薩長と、とうとな乗り開拳作業に従事したが、火山灰台地の痩せた土地で農業は振るわず、雪害で家屋は潰れ、 のびにより残った家屋も消失し、病駅と飢餓により多くの死者を出し、次第に離散していった。しかし、わずかに残ったものは、やがて西洋式牧場を成立し、新たな産業をこの地に残した。大港は下北七港の一つであり、明治以降は帝国海軍の軍港となった。太平洋戦争の末期は大港町であり、姿勢志向していなかったが、 海軍の基地があるということもあり、空襲を受けた。終戦直前には海軍関係者も合わせて、町では異例の10万人近くの人口があった。大港は現在でも海上自衛隊の基地があり、青森県以北を警備担当区域とする大港地方隊の地方総幹部が置かれている。他に現在は独立行政法人海洋研究開発機構の 保有する地球研究船、未来となった陸奥の急母校が置かれていた。陸市自体は海、先端技術との関わりの中で発展することを希望している。大港に限って言えば、比較的第三次産業の比重が高い。大港には自衛隊、市内には土木、建設業、原子力関連企業の関係で県外からの転勤者が多い。 転勤者が多いことから、むつ市に住んでいたことのある人が、自衛隊員を中心として全国に、転在しているという特殊な地域でもある。私立県立私立むつバスターミナル市役所の最寄り駅は、下北駅であるが、JTB 時刻表では、大港駅が、中心駅となっている。むつ市役所 Q、本庁舎下北国設ドーム。ありがとうございます。